補給部隊からホワイトベースに関する報告が届いています。ホワイトベースはサイドセブンでの戦闘をはじめ、大気圏突入戦、ガルマ地上軍との交戦など数々の戦場をくぐり抜けてきました。彼らの著しい戦果には驚嘆すべきものがあります。特にガンダムのパイロットの戦果は異常です。初戦においてザク2機を撃破し、赤い彗星のシャアと互角に戦い、また本来陸戦用兵器であるはずのガンダムで空中戦を行うという卓抜した戦闘センスを発揮しています。加えてガンキャノン、ガンタンク、コアファイターもよく機能しており、ホワイトベースが初期の性能以上に運用されていることがデータからも証明できると思います。訓練も受けていない素人の集団の彼らがこれだけの戦果です。デビル将軍は彼らをニュータイプ部隊と呼んだわけ、分かるような気がします。